本田です。今日はこのペンラリボンの作り方を紹介するよ。用意するものは7つ。それぞれ買った場所はこんな感じ。黄色リボンを 30cm に切り、輪を作ります。黄色の輪の上からレースを重ねてちょうどいいところで留めます。留める時グルーガンを使ったのですが、熱くなりすぎて大変でした。なので特別苦手意識がなければ針と糸で簡単に留めるのをおすすめします。ピラピラを作るよ。黄色とレースを同じ 30cm に切っておきます。重ねるリボンを作っていくよ。外側からレース、黄色、レースの30になるようにバランス良い長さにするよ。サイズはこんな感じ。3つの輪ができたら2つとも真ん中に印をつけておきます。真ん中の留める布を作るよ。 3.5cm のリボンは幅 1.5cm になるように内側に折り込み糸で留め、細長い布を作ります。上のリボンは折り込んでしまっていますが、単独では折り込まないでください。すべてのリボンを重ねてまとめて M の形に折り込みます。100均で買った伸びるレースでペンラサイズの輪を作っておきます。すべて重ねて待ち針で留めて縫い付けるよ。センターパーツかわいすぎ。取れないように裏側をヤスリで傷つけるよ。グルーガンでつけるよ。グルーガンは時間との勝負。ゆっと力を入れて押し付けるよ。完成。初めて作ったので分かりにくいところも多かったと思うのですが、最後まで見てくれてありがとうございました。少しでも参考になっていたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。